佐藤博士は日本の弁護士、千葉工業大学理事、島根県出雲市出身、広島修道高等学校、東京大学法学部卒、刑事弁護の第一人者と言われる弁護士。母親は広島原爆にあった被爆2世。父親は税務署職員で全国税の活動を熱心にやっており、父親の影響で刑事裁判や法医学の本を読みふけた。 特に、正木博史原作の、真昼の暗黒という映画に感銘を受け、刑事、弁護人を志した。修道高校を主席で卒業。広中厚一郎は、修道高校の3年先輩にあたる。1971年東京大学法学部を優秀な成績で卒業後、直ちに藤木秀夫の助手に就任するも、もともと刑事弁護人を志望していたこともあって、 わずか4ヶ月後に辞職し、同年司法試験合格、翌1972年に司法研修所に入所し、司法修習を経て1974年に弁護士、登録した。法律事法に論文、DNA 鑑定と刑事弁護を掲載したことにより、足利事件控訴審弁護人に選任され、短期間で控訴審弁護団を結成、控訴審以降で、 主任弁護人を務めた、足利事件の冤罪被害者、関家都市和氏を自宅に寝泊まりさせたという、2013年にパソコン遠隔操作事件の弁護も担当。ありがとうございます。